お主のことはよく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ、我と共に参りましょうぞ。このフクロウは巫女様の尊いその恩人。お守りしたいだけにございます。お主も竜院に見入られたか。話すことはない。猿がよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したく、満足しましたら帰ります。生きておいでだったとは。計りごとよ。お前こそあの巫女様のお力にて。それよ。わしはあの竜印をしですが、わか第一の掟により、父の命じ、今よりあ巫女様を。そうじゃ、父の言葉に従い。できませぬ。で、なんと、せがれよ。なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。少しは成長しておるようだな。やろうか。狼よ。参る。逆たぶりよな。おい、
見事。